はい、皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、何日、2019年1月の、28だよ、もう夜中だよ、28日、夜中の1時です。ちょっと今日は撮影の仕事で、放送27日は全くできませんでした。今帰宅したところです。のんちゃんと僕はまだご飯食べてなくて、お腹ペコペコです。ねえ、のんちゃん、ご飯炊いてくれてありがとうね、うん、ちょっとね、先にね、開封するね、ギフトが溜まってるんで、そっからやろうと思います。よろしくお願いします。じゃあ、のんちゃんやるよ、うん、はい、ワドツこんばんは。金魚姫いらっしゃい。開封開封、いらっしゃい、いらっしゃい。これくらいかな。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあこれ2つとこれここに置いて、住所とか映らないように。はい、よいしょ。今日は、今月のギフトは4つあります。はい、じゃあまず4つ、これ、これと、これとこれね。あと冷蔵庫に1個あるから、1個ずつ開封していきたいと思います。リスナーさん、ありがとうございます。あ、もう1個用意しようか、うん、これだ。冷蔵庫に入ってるやつがあるんで、この順番でいこうかな。この順番でこれでいきたいと思います。皆さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。開封していきたいと思います。じゃあ、のんちゃん、これお願いします。これは、はい、ニンニいつもありがとう。いつもありがとう、うん、ニンニだ、ニンニこれ大丈夫な、いいよ、開けていいよ。大丈夫ない感じ、出しても、出しても大丈夫だよ。なんだこれ。はい、のんちゃん読み上げてください。みんなに見せないと。ダニー、さよなら。さよならダニーだね。さよならダニー。うん。ダニを取る。布団にダニが発生しているという気遣いじゃないでしょうか。ニンニから、ニンニ人妻、配信頑張ってください。ギフトを楽しんでください。ニンニ、ありがとうございます。ありがとう。ニンニからいただいたのはさよならダニーですね。はい、あのお布団に、お布団の裏に引いておくだけで、あのダニが取れるそうなんで。やったね。これをお布団に後で仕込みましょう。うん、今度次はこちら、なんと次これもニンニです。ニンニありがとう。今日ダンボールの日だから。おー、ポカリじゃん、俺だ。んー、ポカリセット、え、なにこれ。わー、ポカリセットが入ってる。よいしょ。おー、なんだこれは。ポカリだよ、ポカリ。ポカリ、うん、はい、紹介してください。ポカリスエットの、これは粉末かな。そう、粉、俺がね、粉にしてって言ってんの。うん、手頃のようだ。いっぱい飲んじゃうんだよね。いっぱい飲んじゃう。ちなみにね、前回リスナーさんからポカリの粉大量にいただいてますんで、まだまだたくさんあります。まだまだすごいたくさんあります。ちょっとポカリはストックがすごいね。もう瓶に 3個分にこれもストックあるって。ごくごく飲んじゃうな、うん、まあ、でも半年間あるから、捨て頃までトレーニング、うん、いっぱい。ニンニありがとう、ポカリ。ニンニありがとう。はい、じゃあこれは棚に入れていきますね。はい、はい、よいしょ。ポカリが、ポカリはもうすごいね。よいしょ。ポカリ屋さん開けるよ、飲んじゃう。のんちゃんも飲んじゃうよ。いいよ、飲んでいいんだよ。のんちゃんも飲んで。もうちょっと段取りとかないの。次の、もう勝手に開けんの。はい、次の人行きます。ビリビリ。これは、
ちょっと待って、見てて。これは誰だ。これは、ちょっと待ってね。うん。これはね、ミースケ。ミースケ。ミースケさん。ミースケありがとう。ん？お？あ、俺、うわ、超嬉しいんだけど。ん？おいおい。これ、トレーニングウェアでしょ？うわ！あ、しかもナイキじゃん。え、これミスケ？わ、トレーニングウェアだ。トレーニングウェア。あ、来た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 。ミスケちょうど来た。ありがとう。え、これミスケから？これ何？トレーニングウェア。ん？これ服でしょ、多分。うわ、ナイキじゃん。しかも黒の無地。すごーい。ありがとう、ミスケ。かっこいい。え、これ何何？これは？これがシャツで、インナーのシャツと、これはシャツ。あ、替えまで用意してくれてんだよ、走る用の。わー。え、超いっぱい入ってない？シャツこれ。え、これはなんだ？シャツ？うわ、ジャージも。わー、これジャージ。超いいじゃん。ありがとう、ミスケ。すごい、これジャージ。ジャージでしょ、上下の。うわ、すごい。ナイキだ、ありがとう、ミスケ。ありがとう。ミスケさん、ありがとう。すごい。ありがとうございます。ね、ナイキのインナーが2つと、ナイキのシャツのインナーが2つ、トレーニングウェアと、あとこれはジャージだよね。サイズ。ジャージが上下。ありがとうございます。すごい。ありがとう、ミスケ。ありがとう。あ、ちょっと待って、メッセージが。ほら、メンズ。トラックスーツだから走るやつだ。うわ。うん、かっちょいいぞ。ちょっと待って、値段が書いてあるの生々しくて結構高いじゃん。うわー、高級。すごい高級だよこれ。ブランド、ありがとうございます。高級ブランド、うん、これはね、あの領収書なんで、これ経費で落としたら脱税になるんで、これ捨てましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。洋服いただきました、ありがとう。そうだね、二重形状したら俺が捕まるからね。うん。はい。で、はい。はい。あ、ゴミ見よう。はい、のんちゃん、ゴミ。いいよ。これはな。あ、ちょっと待って、メッセージが。え？あ、これポカニンニだ、これは。大丈夫、大丈夫。それもミースケ。ミースケさん、すごいな。ミースケ、ありがとう、たくさん。たくさん。で、これ頑張るね。ありがとうね。声が遠い？え？みんな声遠い？え、みんな声遠い？声遠い？声遠い？今日。いや、そんなことないと思うんだけど、設定で。むしろ聞こえるよね、大丈夫だよね。うん。わあ、すごい。これは神戸牛。うわ、なんか葉っぱがついてるぞ。ありがとう。なにこれ、すげえ。神戸牛肉の飛来いただきました。うわあ。うわ、すげえ。わあ。ちょっとみんな見せてよ、みんな見せて。すごいやつだ。ありがとうございます。これね、あの、ミースケ、ちょ、かぶってるから、トークがあるから、かぶってるから、6年目だから、ありがとうございます。これは、前回僕、ランニングやってるんですけど、ロードワークを5キロ走ってるんですけど、だいたい30分切るか切らないのタイプかで走ってて、で、ミースケが、5キロ走るのに信号待ちとか込みで28分以内に走ったら肉プレゼントするよって言ってくるの。27分のタイム出したの。それがこちらです。皆さんに。どうぞ。そして。え、ちょっと待って。肉の証明書っていうのがついてるよ、のんちゃん。肉の証明書。おう。すごいよ。お肉。大きいお肉。のんちゃん、これは写真撮ろう。これツイッターにあげよう。大きいお肉。すごいよ。よし、のんちゃんこっち。大きいお肉です。
これはツイッターに俺も初めての輪聞いてのんちゃん、はい、こっち向いてください、写真撮ります、はい、肉を持って、はい、こっち向いてください、大きいお肉、じゃあ買おうか、あなたはもう、じゃあ顔隠さないの、ポンコツかよ本当に、もうなんで被せるんだよ、画角を調整したんだから俺が、はい笑って、うん、はい、なんで目つぶるの、よし、オッケー、じゃあ喋って、うん、大きいお肉をいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ早速料理しようか。うん。ありがとう、みーすけ。うわ、すごいな。今から食べよう。え、どうする？付け合わせとか何も買ってないけど。すげえ、超高級じゃん。うん、分厚いよ。お肉だけでいいよ、今日は。ありがとね、みんな。ありがとう。ありがとう。すげえ、サーロインめちゃめちゃでかいよ。うまそう。これはね、ランプ。ランプステーキ。ランプどこだろう。のんちゃん赤身好きだからこれ好きでしょ、多分。うん、好き。脂身が好きだからサーロイン大好き。うん、あの、連投 NG 対象ですけど、うん、ちょっとじゃあ段ボール捨ててくるわ、米炊いたからね、今日はステーキとご飯、神戸牛食べたことない、初めて食べる、じゃあ俺ちょ仕事から何もやってないから、うん、手洗ったりしながら、うん、俺が焼くの、うん、オッケー、じゃあ、のんちゃんに枠回し？うん、頑張る。のんちゃん、枠回しお願いしようか。できる？ステーキセットだ。これすごいね、霜降り、ワドさんが料理します、うん、んちゃんはちょっと頭痛で今起きたばっかりなんだ、ん、頭痛で今起きたばっかり、うん、あっしょ、いいことね、のんちゃん片付けしてくれたんだよ、みんな、うん、目が見えない、見えない、うん、あれなかった、
お薬飲んだから。じゃなかった、コップはあっちに持ってった気がする。来ないな。あれ、あったあった、あった、大丈夫。今もちょっと痛い、ここのところが痛い。わずさん嬉しそうかな。たくみさん、これもらったよ、お肉。これでしょ、神戸牛の赤身のお肉と霜降りのお肉だよ。世間さん、いらっしゃい。綺麗です。わ、綺麗です。だって、ありがとう。レンさんでいいのかな？え、ひよこで当たった花火、花火いいじゃない。ちょっとね、今ね、このね、花火。たくみさん、すごい。花火ありがとうございます。ひよこで当たった花火。ちょっと見てみよう。どん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 。わあ、ほんとだ、花火ありがとう、ドーン、ピー、花火ありがとう。あ、これがよかぶっちゃう、音がかぶっちゃう、音消さないと。ドンチキ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 、あ、ドッキンを、なんだろう、解読できるのはのんこだけだからねって。なんだろう、バドキン。ひよこで当たったの、すごい。やっぱひよこをやるべきだ。いつもね、ひよこの時は風船しか当たんない。ひよこで当たるのは風船ばっかり。あと外れちゃう。あ、風船ありがとう、コキンちゃん。風船ナイス。空まで飛んでけー。誰のエフェクトは空まで飛んでけー。エミリちゃん、くんちゃん、ありがとう。みんな顎隠しちゃう、こうやって。カリナさん、ワズは好きだけどね、アンチコメはするよ。ノンクは天使だから監視してます。監視員だね、カリナさんは監視員。
延長しませんか、出たよ。ボタン押すよ。こっち。はい。延長しまーす。あ、バーガーごくもありがとう。ナイス、バーガーナイス。コキンちゃんありがとう。KP ありがとう。キモイチローで頭もいいところがワゾのいいところ。ワドさんはでも美味しくお肉焼けるようになったからね。美味しくお肉焼けるようになったよね。うん、そうかな。ワドを豚にしよう。ワドさん優しい枠、風船ありがとう。空まで飛んだけ。年々のんさん遅くなっちゃったって今日。うん。撮影の推しだった。ワドさんいつも忙しいね。忙しいね。うん。今日食事枠で終わり、明日は仕事だから放送できない、これ。明日はどんな仕事？あれ、あの、言えない大きい案件。あ、秘密、秘密の仕事だ、ワトさん。のっちゃんも浮気しないよ。ワトさんがね、世界一大好きだから。のんちゃん今日頭痛いからね、ずっと寝てた。掃除してくれたんだよ、のんちゃん。うん、缶片付けたりね、あとゴミをまとめてたりね、あとね、お洗濯した。お洗濯したんだ。そう、ありがとう。あるさんこんばんは。 A さん何歳？のんちゃんは48歳です。のんちゃんはね、話すのがね、苦手なんだよね。多分ね、あのね、歯の矯正してたからね、あんまり人と話さなかったの。この歯の矯正のやつが見えちゃうのが嫌で。でね、5年ぐらいね、歯の矯正かかったの。中学校の頃から、20歳ぐらいまでずっと矯正してたので、これが見えちゃうのぐらいだから痛かったし、あんまり話さなかったらなんかうまく話せなくなっちゃったんだよね。うん、長かったの。あるさん、のっちゃん好き、ありがとう。のっこはワードを悲しむように努力すべき。
和田さんを悲しむようなことをする人はのんちゃんがやっつける。うん、矯正痛かった、歯の矯正。剣歯の後ろの歯を抜いて、4本抜いたの。上の歯2本と下の歯2本抜いて、で、ちょっとずつ、なんか針金みたいので、歯を動かしていったんだけど、うん、矯正ね、歯の矯正。T シャツ、これのんちゃんがデザインした捨て頃の T シャツだよ。そうだよ、ワトさんを悲しませる人はのんちゃんが全部やっつける。後ろに字が書いてある。どーん、そう、針金でちょっとずつ動かしてからね、痛い。硬いものが食べれなかったりとか。かっこよき、ありがとう。うん、昔の矯正は痛かったよ。和田さんは苦手だけど、のんちゃんは好きなんだ。アージュさん、ありがとう。でも和田さんも好きになってあげてね。あ、KP ありがとう、ナイス。KP ナイス。コキンちゃんありがとう。今の矯正は痛くないんだ。いいな。痛くなかったらな。APC さんで野菜。のんちゃんの切り、昔見たけど、痛そう。のんちゃんがバシバシ蹴った。ムチのように。今、和道さんはお料理の支度をしてます。バカ和道って言わないで。歯は大事だから、そう。ねこのみちゃん、おはよう。カリノさん、実はのんこよりワドの方が好きだけどね。ツンデレだな。ありがとう、ワドさんのこと好きで。ねこのみちゃん、スーさんこんばんは。ミュツはね、ワトさんの悪口をいっぱい言ったからね、のんちゃんがやっつけた。のんちゃんの話し方好き。やはるさん、ありがとう。あ、金魚姫ちゃん、定期ありがとう。ワト監督は料理中です。のんちゃんとしゃべりして癒されよう。ポキちゃん、ありがとう。わらわらしてる。また悪口言ったらのんちゃんが監視してやっつけちゃうからね。
そう、悪いやつだ。みんなの配信、うん、いろんな人の配信見てる、のんちゃん。のんちゃん今ね、いっぱいね、うん、いろんな人、あ、見たいのいっぱいある。いっぱいいっぱい。お気に入りにいっぱいいっぱいしてる。フォローいっぱいしている、いろんな人。正義の制裁は新たな被害を招くんだぞ。そうか、正義の制裁したら被害が及ぶのか。それはすまなかった。最近のお気に入りの配信者、あのね、ワンちゃんがいっぱい出てくる配信者さんがいるんだけどね、ちょっと今見てみる、やってるか。アキトさん&ルナさんっていうところのうちで、何がいっぱいいるのかな。グレートデンとアイリッシュファウンドとスタンダードプードルとボルゾイとコリーとシルティ2匹とチワワ3匹と白フクロウとベンガルワシミミズクとスタンダードコノハズクとハリスホークとオカメインコ、あとチンチラ2匹とフクロモモンガ4匹とフルーツコウモリ、ポールパイソン2匹飼ってるね。そう、あのね、動物をいっぱい飼ってるね、配信者さんがいてね、そのね、配信者さんのね、そう、でっかい、犬がいっぱいいるやつをね、見てる。よく見てる。ミニさん、こんばんは。天城府開封しました。ミニさん、ありがとうございます。いつも。うん、ニーニーありがとう。ニーニーありがとうね、たくさん。ありがとうね。久しぶり、こんばんは。バズさんがこれからお肉焼いてくれるから。神戸牛、こんなすごいの食べたことない。初めて食うよ。くももんさん、こんばんは。くももんさんもプロリスナーだね。いろんな配信で会うよ。
趣味が似てるんだ。にどうして嫌われないよ、ワゾさんに嫌われないよ、大丈夫だよ。ワト監督になったら舞台挨拶をしてる会場でテロを起こすよ。あ、ダメだよ、ガリノさん。テロ起こさないで、危ないから。え、二人ぐらいしか見てないんだ。その一人はくん、ワトさん。そうなんだ。うわ、じゃあ、あれだな、偶然だ。不思議だ。最近お肉比率多いですねって。ワドさんはタンパク質を取るためにレスナーさんがお肉を送ってくれました。これはワドさんの筋肉になる。クボボンさん、偶然だね、すごい。そう、神戸牛リスナーさんが送ってくれました。ま、まゆんちゃん、まゆんちゃん、早口言葉は話せないよ。そう、いいリスナーさんに恵まれてありがたいです。早く話せないから、のんちゃんは。配信の時はちょっと大きい声で話さないとマイクに声が届かないから、本当はね、いつもね、小さい声でね、ゴニョゴニョ喋るから、そういう時だったらちょっと早口に話せる。でも今は配信用にちょっと大きい声で話してるから、良いリスナーさん、良いリスナーさんはいっぱいコメント書いてくれたら良いリスナーさんかな。コメントで応援してくれるリスナーさん大好きです。リスナーさんにいいも悪いもありません。はい、その通りです。でも悪口を書く人は嫌いです。のんちゃんデフテー、わーやーにゃーわ、 これ今見えない。あのね、ワドさんのパソコンじゃなくてスマホがね、なんかね、バグってる。あ、配信する人だけ見えないのかな。なんかバグってずっと直んないんだよね。うん、配信する人が見えないのかもしれない。見えなかったら花火ありがとうとかわかんないんだよ。うん、バガありがとうとか、バガナイス、はなちゃんでいいのかな。ありがとう、はなちゃん。あるよね、バグ。そうか、イーディスナーさんはワドさんのファンであることです。ありがとうございます。のんこは疲れてるよ。そう、ちょっと疲れてる。寝てたんだけどね、なかなかね、今頭痛2日目
あ、3日目だ。3日目。お薬を飲んでいるから大丈夫。いつも飲んでいるのは、イブクイックデラックス。イブクイックデラックス。これをね、効きますね。お腹も痛くな、気持ち悪くなったりしない。バファリン飲むと気持ち悪くなっちゃうけど。カリノさんは和田さんのファンだけど、アンチコメもするの？あんまりアンチコメしないでね。リスナー同士を争わせるためにわざと結託して桜約束して立って言うのは本当？え？のんちゃんはあんまりあのなんだろう、アイテムを投げません。つなさん KP ありがとう、ナイス KP。 桜とかはやったことないですよ。うん、リスナーさんもね、嫌がるアンチコメとかも。アンチコメだとなんか配信の空気が悪くなっちゃうようなアンチコメは控えてもらえると、あのいい配信になると、みんなが楽しくなるようなコメントがいいな。そう、バファリンよりイブの方がお腹に優しいのかもしれない。これすごいね、イブクイックデラックス、ちょっと高いんだけどね、あの早く効いて、よく効く。ちょっと粒が大きいの。ロンさん、ステーキ焼く強火から入るんだっけ？そうだよ。強火？で、弱くすんの？うん。すごいいい匂いがする。片面塩コショウするんだっけ？両面。両面、うん。で、いつものガーリック醤油いいの？うん。ワトさん好きな方からでいいよ。好きな方から、そういうこと？両方食べるでしょ。うん、じゃあヒレから。はい。もう焼ける？え、焼ける？焼けるよ。ヒレちょうだい。油ついてる？ついてる。うん。うわ、これいい肉だよ。うわ、すげえ。こんなん食ったことねえぞ、俺。アマゾンにあったから、監督のところにまた送ってね、イブ。ニニ、ありがとう。塩コショウするの？うん、塩コショウ。両面？うん。ワドのキモい知識を指摘するのはダメ。
ぱ館内はどの気持ち知識っていうのがちょっとわかんないけど、優しく指摘してください。香川や闇将軍和道っていうのは本当？あ、香川さんリスナーはもうだいぶ前に卒業しました。あ、でも和道の時も見てたよね。香川さんはずっと見てる、たまに見る今も。闇将軍はね、闇地って言ってね、闇地で遊ぶっていうのがね流行ってたの、ニコ生で。で、闇将軍を見てて、で、和道さん、和道さんはでも香川さんとかとでも大体同じぐらい見てたかな。あ、でも香川さんの方が長いから配信始めたのが。あれ消えちゃったのかな、コメントが。あ、ニーニーありがとう。イボ送ってくれるの、そのうち。ペロン。ありがとうございます。ニンニステーキ気になるけど明日早いから寝るね。和道さんによろしくね。人魚姫さんありがとう。ちょっと 見えないな。アイテムくれたけど見えないのごめんね。あ、ハートありがとう、ナイス。ねぶた和道ちゃんでねぶたわどちゃんで届く？ねぶたわどちゃんで届かない。わどさんの住所はツイッター見てください。金魚姫ちゃんゆっくり休んでね。 MBA さんこんばんは。お姉さん年いくつですか？のんちゃんは48歳です。よろしくお願いします。分厚すぎて中まで火通らないよね。うん、そういうもんなの。ゆっくり焼いたらいいよ。弱く3ぐらいとかで。え、うん、3ぐらいとかで。うん、強火って言ってたんだから。最初は強火で焼いて焦げ目をつけて、うん、でゆっくり焼くの。分厚いお肉はこれはすぐ火通るから大丈夫。いいよ、これはすぐね。うん、表面がさ、ちょっと焦げ面がついてた方が美味しいでしょ。うん、若く見える、綺麗だね。だってありがとう MBA さん。いつもね、おばあちゃんって呼ばれるから。なんかマジで50近いじゃん。時間の経過はやばすぎる。カリノさん、そう、もうすぐねえ50歳になっちゃう。昭和何年生まれの干支なんですか？昭和45年の犬年です。
はい、延長します。あ、押せない。あ、できた。今年49歳になります。お、やばいね。バドさんよりのんちゃんもファンです。ハンさんありがとう。バーガー5個ありがとう。バーガーナイス、ありがとう。うん、犬年昭和45年だよ。うん、ワンワン、ワンワン年だから犬が大好きなのかもしれない。ひもぶたばばあと同じか、同じとかきつす、誰だろう、ひもぶたばばあってわかんないけど、ジョナさん48歳。マジマジだよ、今48歳です。ニーニー定期ありがとう。ワトさんよりのんちゃんの方が人気あるのかな。そんなことないよ、くももんさん。ワトさんは人気あるよ。ワトさんの方がお話がうまいからね。ワンワンっていうひもぶたパパが配信者にいます。ワンワンはまだ若いと思うよ。犬年は6年生の息子ちゃんと同じ。おお、何回りも違う。6年生だと今ミンニの犬年。ちょっとパカって見てみれば、箸で割って、箸で割る、うん、何を、2個パカってやるとさ見えるでしょ。いや、なんか中が赤いのはのんちゃんが平気なのかどうか。のんちゃんは大丈夫だよ。どれくらい焼いたら OK なの。表面が焼けてれば OK だよ、のんちゃんは。見て、もうちょっと焼いた方がいいね。今ちょっとね、お肉の焼き具合を見に来ました。くももさん、和田さんは、そう、和田さんは話すのが上手。のんちゃんって昔浅草橋ヤング用品店に出てなかった？朝ヤン出てなかったです。なんかはスタイル完璧、ありがとう。おーなんとかさん、二重まぶた、顎、鼻の整形、鼻の中、延長、ボトックス、ヒアルロン酸、
CO2 レーザー、ルビーレーザー、リフトアップ等の施設等を行っていますか。そんなにいっぱいいろんな、何それ、ルビーレーザーとか CO2 とかボトックス、ヒアル酸、ヒアルロン酸は知ってるけど、微中延長、あれ違う、微中なんとか延長、二重まぶた、施術を行っていないです。はい、あ、ダメだから、はい、1回行った、CO2 レーザーっていうのは何だろう、気になる。のんちゃんのいる時にお肉届いて、あ、ちょうどそう、お肉が届いてよかった。のんちゃんが食いしん坊みたいだね。ちょっとのんちゃんも休憩してお水とタバコをやります。お水を飲みます。カニちゃんこんばんは。たまにのんちゃんのコメントも読んでくれるとリスナーさんも喜ぶね。のんちゃん、たまにのんちゃんもコメント読んでくれるとリスナーさんも頑張ってコメント読みます。今日は流れるようにコメントがないので、なんとかコメントが終えております、終えております。こないだの時はちょっとコメントがなかなか読めなかった。ん？大丈夫？ハートナイス、ありがとう。どうのんちゃん、これくらいでまだ、のんちゃん大丈夫？硬いよ、噛み切れないぐらい硬いよ。ただ包丁で通らないんだよ。薄めに切ってくれればいい。見てよ、俺わかんないんだって、そのミディアムとかレアで食わないから。いや見てよ、ちょっと待っていて。
すごい。最近のんこが家に遊びに来ないっていうことで和道がぼやいてたから、今は嬉しいんだろうな。和道さんも喜んでくれたらのんちゃんも嬉しい。のんちゃんチェック完了したよ。いい、おいしそうに焼けた。ランプ肉。わざの顔にビンタ。のんちゃんはね、ワドさんには暴力は振るいません。うん、そう、高級なお肉だから慎重に焼いております。焼けたら、写真撮ってツイッターに載せます。のりこのツイッターに載せようよ。のんちゃんのツイッター？あ、俺のでいいか。うん、のんちゃんちょっと苦手だから。和道さんがかっこよくね、写真撮ってくれるから。美味しそうにね、盛り付けて。こっちはユニットバスです。皆さん、こんばんは。和道さんは焼き具合はウェルダンが好きで、のんちゃんはミディアムレアぐらいが好き。肉汁ジュージュー出るぐらいが好きだ。のんちゃんは。絶対やばい。もうちょっとやっぱ俺忙しいからさ、写真ツイッター上げて。はい。後でリツイートするから。うん。ジンジさん、ステーキありがとう。和道さんは、リスナーさんからの贈り物。はい。のんちゃん。はい。ツイッター当てて。え？ツイッター。はい。ちょっと
と今写真を撮りに行ってきます。カメラ、うわ焦げ、やば、焦げた、焦げたかも、やば、そうっすか、あ、てか、なんか火、なんかとんでもないことになったら大丈夫、じゃあ煙、あの換気して、換気どこ換気、窓開ける、どうしよう、ソース、あーもう最悪、あ黒焦げ、のんちゃん、大丈夫かな、これ焦がした、もう一回やれば、だって一からだよ、だってさ、もうやだ、味は見てみて、苦い、食べて、先に、いいよ、俺がやるよ、ツイッター飯、いや、眠るんだよな、俺、いや、早くやって、なにこれ、フラッシュ炊いてんの、フラッシュ切って、いや、わかんないよ、なんでフラッシュ、なんで飯あげる、飯食うために俺ツイッターやんないといけないんだ、もう、あー、めんどくせえ、これ早く、うん、大丈夫、大丈夫、はい、ツイートして、はい、のんちゃんがツイッターします、はい、のんちゃん、はい、そこ、広げて、いやいや、どかして、どかして、どかして、のんちゃん、ご飯どれくらい、ご飯は1年分ぐらいです、のんちゃんがツイートしました、今あ、偽物って書いてある、偽物だった、はい、はい、はい、いや寂しいな、
和田さんは朝飯です。寒くね今日。寒い。いただきます。いただきます。みつけありがとう。いただきます。食べて。はい。結構これ斜めじゃない。リスナーさんに感謝します。いただきます。連動中 NG ね。赤身食ってみようか。うん、1枚でいい赤身。俺赤身食えない、うん、ウェルダン食えないか、うん、ウェルダン。うん、うまっ。うん、うまいね。うん、うまっ。ふわふわ。うん、うまい。まあ、ふわふわ、うん、お肉の味がいいですね。あ、俺でも赤身ダメだよやっぱ。サーロイン食うわ。うん、うまっ。サーロインめちゃくちゃうまいよ。じゃあのんちゃんもサーロインを食べてみます。サーロインとニンニク、ニンニクもうまい。やばい、これやばい。柔らかい。やばい、うまい。サーロイン超うまい。柔らかいね。やばい、これ。トロトロ。超うまい。うま。うん。うん。うん。うま。トロトロだよ、お肉が。うん、うま。こんなの初めて、うん、こんなの食ったことない。うん、いや、うますぎる。こんな普通のスーパーの肉食えなくなるよ。うん、これ食えないな、もうな。うん、うん、うまっ。普段食べてるステーキ屋さんでも出てこない。うん、全然違う。なやく、超うまい。すごーい、この肉はすごい。うん、わ、すごい。まあ、ありがとう、ミルク。こんないいものを、うますぎる。こんな美味しいものがあったなんて、世の中に。めちゃくちゃうまいじゃん、これ。うん、やば。なにこれ、マジで。これやばいよね。うん、うん、うまい。うまいね。のんちゃんのツイッターに載せました。なにこれ。のんちゃんのツイッターはのりこぴーって書いてあります。やばい、うますぎる。すごいね。うん、サーロインやば。赤身の肉も美味しいよ。うまい。赤身ダメだな。あ、分厚いの食ってよ。細、あ、これ食うわ。うん、ダメだ。赤身はなんか匂いが、匂いっていうか味。うん、うん、うん、あれっていうかベルダンにできないと無理だね、やっぱ。うん、うまい。うまい。ごめんね、今日待たせて。うん、うん、予定より遅かったよね。うん、
でもステーキ楽しみにしてたもんね、のんちゃんね。うん。こんな美味しいと思わなかった。超うめえじゃん、これ。うまいの。マジでこんなことないよ。うん。生まれて。の和牛ステーキとか出る家で。出ないでしょ。出る。出る。お誕生日の時はステーキだった。あれ？うまっ。うん。うん。うん。何？骨？うん。はみ出ないでしょ？味が美味しい。あ、そう、うん、大丈夫焼き加減、うん、もうほんと赤いところが残ってる時点で食えないから、うん、分かんないんだよ、そのどういう火加減で食うのか、脂っこいな。おいしい。うん。脂も美味しいんだもん。脂うまいね。うん。うん。なんかあれやん、お茶飲む。うん。なん？うん。キンキヒメちゃん、見てくれたのありがとう。育てるのが難しいんじゃない？うん、そんなことないでしょ。本当？うん。そうなの？うん。
まあ、デリケートなんじゃない。うん、ほんと、うん、うまい。サルイン一枚食べたもん一枚。うん、ありがとう。2枚食べる。うん、うん、うますぎるだろこれ。うん、うん、やば。初めてかもな。霜降り。じゃ神戸牛と、うん、てか国産和牛はスーパーでほんま買って食ったじゃん。うん、食べたことあるけど、うん、てかステーキって家で食うってあんまやったことないな。そうか。うん、ごちそうさまです。はい、美味しかったです。ニンニクうまいな。すごい。これはすごいね。感動した。いやすごいね。うん、こんなの子供に食わせたらダメだよ。あの二十歳っていうか いくつからだろう。29からだろうな、これはな。稼げるようになってからだ。課長から食べていいね。うん。うん、課長、いや係長、うーん、課長、課長からだな。いやー係長かな。うーん、係長からだな俺は。うーん、係長からじゃないと神戸牛食べちゃダメだよ。そうだな、主任が食べたら俺だったらクビにするね。うん、そうでしょ。ちょっとね、入社して3年4年経ってちょっと役職がついたからって、うん、和牛の神戸牛食べてたらクビだよ。こんな世間甘くないよって。ありそうだな。いや課長難しいな。あーやべ、超眠気、超眠気、やばい。明日何時からだっけ。早い入りの時間が何時だったんだ。ごちそうさまでした。うん、はいよ。みすけありがとね。ごちそうさま、超美味しかった。超美味しかった。こんなお肉食べたことない。
シズラーよりうまいね。うん、美味しい。疲れた今日。3時間しか寝てねえよ。うん、疲れた。ああ広くなった。いや今日カメラの調子良かった。3000枚ぐらい今日シャッター切ったよ。すごい。いやいや今日、いやでもね、だんだんつかめてきたのと、うん、あのね、要はね、プロだね。うん、もうもはや。お父様プロの域に入り。いやもうもう本当にプロキャメラマンですよ。うん。あのまあ。荒木見えてきたね。篠山きちんと。うん。じゃあのんちゃんの絵描いたら撮って写真に。いいよ。金バさんだ。もしもし。はい。あ、まどちゃん。はい。はい。屋形船の飲み会来るって誘ったでよね、俺。ああ、はい。あ、ワドク参加でよね。あ、参加でっていうふうにこの前誘われて、僕、山津さんに連絡しました。あ、そっか。ごめん、なんか俺全然覚えてなくてさ。はい。今ちょっと洗い、もう一回総ざらいしてるとかね、誰誘ったかなとか。ああ、ドレさんと、誰だったっけ？なんかドレさんが詳しかったっすよ。あ、ドレさんに聞いた方がいいか。はい。で、なんかエセアカも確か誘ってましたね。あ、そうそう、エセアカ来るで、確かね。はい。そう、そうっすね。なんかドレさんがめちゃめちゃメンバー詳しかったっす、この前。あ、分かった。じゃあドレさんに聞いてみるわ。あ、了解です。ごめんね。はい、はい、じゃね。はい、失礼します。うん、覚えてない。うん、なんかコメント待ったね。うん、あれ金梅さんどこでやってるの？ん？あれ金梅さんツイキャスじゃないの？このふわっちふわっちかな。年金暮らしじゃないよ。てか寒くない？冷房？あ、金梅さんあれか、ふわっちか。いっぱいだ。腹いっぱいだね。うん。うん、窓開いてるんだ。だからだ。あ、そうだ。閉めてくる。うん。なんで怖い。見てるでしょ。どっから見てんの。なんで俺の家の窓開いてんの知ってんだよ。超怖え。
見てんの、もしかして。この前にいるのか。なんで開けたこと知ってんの、怖え。記憶力がいいの。ワンちゃんがいっぱいいるお家。へえ。こっちいるかな今日は。寝ちゃったかなワンちゃんたちは。犬がいっぱいいるの。うん。ワンちゃんたちは寝ちゃったね。うん。ギャルとギャル男だね。うん。あ、ギャル男だよ、ギャル男。いっぱいね、いろんな動物がいる。疲れた。あんちこめしつけえな、大義ってやつよ。なんなんだよお前、気持ち悪いな。なんか俺に恨みでもあんの？嫌なことあった？なんか嫌なことあった？大義。他行けよ他。俺の彼女のんちゃん。お母さんじゃないよ。俺の女。俺の彼女。なんでかわいそうなの？ん？いやもうこの年の差何歳さ？年の差何歳なんだろう？俺が33だから15個上かな。15個上かな。ありがとう。これ入れたらやべ、はい、超うますぎて眠気がやばい。
やばいなこれは。うん。うますぎるわ。うん。米を食べると眠くなる。うん。仕組み。骨？骨。米。米。血糖値が上がったな。あー疲れた今日。あーでも今日何枚かいい、結構いい、いい出来のあったな。あれだね、難しいね。フレームに何を映すのか。距離、本物、あとなんかね、CD のジャケットみたいだった。本当にすげえかっこいいの撮れたね。俺は33だけどね、最近老けたんだよね。なんか急激に老けた。あー心臓痛い。あー疲れた。死んじゃう。うーん、なんだろう、なんでこんな体調悪いんだろう俺。健康診断した方がいいんだもん。いや、健康診断してもね、血液検査したら。血液検査？うん。で、どうすんの？がんですとか言われたらどうすんの？それはもう死ぬしかない。でしょ？だったらぽっくり行った方がよくない？献血でも結構わかんだ。え、献血って健康診断の要素あるの？え？献血で俺なんか検査票とかもらったことないよ。え、献血ってそんなわかんの？え、何それ？知らねえな。そうなの、のんちゃん。知らない。のんちゃんね、薬飲んでるからね、献血しちゃいけないの。あ、そこそこ。あとね、前はね、体重が足りなくてね、献血させてもらえなかった。へえ、あ、わかるんだ。血液の情報くれるんだ。うんちゃん、前40キロなかったからね。ガリガリだったもん。献血できます。水変えてくれた？あ、変えてるね。あー、やばい。ちょっと、今日はやばいわ、ほんと。昨日のカオスのね、放送がね、ハガキとか俺読んだことないかんな。ハガキやめたんだよね、俺。ハガキとか捨てるよね、速攻。速攻捨てる。いや、マジでマジで。ああ、疲れた。何なんだろう、この。糖尿っぽい感じは抜けたの、うん、正直言うと、うん、あのむくんでる感じはないの、うん、だけどね、なんか疲れが抜けないの、何なんだろうこれ。メールで伝える方法を取ってる。へえ、 E メールてかメールも俺あの携帯電話のキャリア以外のメールだから、携帯電話がブラックになったから、うん、G メールとかも捨てアカだから開かないよね。不摂生と年30超えたらやっぱ変わるな。40でもまた変わるんでしょ。ちょ、これやばいよ、のんちゃん。俺これはやばい。爆睡コースだけど明日ちゃんと起きないと。肝機能、肝臓？だって肝臓っつったって俺酒飲まないのに、なんで肝臓やられんの？肝臓やられる要素なんかね、リスナーさんからね、鉄分不足だよって言われてたの分かる？うん、亜鉛とか鉄分足りないって、うん、あの頃からずっと疲れが抜けないんだよね。もうだからなんか体調おかしいのこれだよって。な、どうしたの？怒ってる。お前もばっか食いやがってーっつって、電気消してもうダメだ、俺動けない。今日はエネルギー使った。いやーね、あの、いやー老けたな、老けたな。おっさんだよね、おっさん。お疲れだね。あ、でもパトさん元気だよね。疲れてる感じしない。あー、なんかフルーティーな飲み物が飲みたい。
フレッシュジュースが飲みたい。ビタミンが足りないのかな。顔のくすみ取れる水分多めに。俺めちゃめちゃだったからめちゃめちゃ水飲むもん。あ、でもあのちょっと糖尿気をつけたから水分量減ったわ。明らかに水分量減った、取る摂取量。だから体が戻っては来てるんだろうけど、なんだろうな。でもさ、和道さん寝る時間が長かった時はさ、その間おしっこも行かないからさ、あんまり良くないかも。だよね。起きちゃったか。普段の疲れって 2,3 日で抜けるけど、そんな感じだって。もう何ヶ月ぐらい言ってる俺で、本当にハゲたし、本当にその顔が老けた。黒髪になったのもあるのかな。すげえ老けたよ俺。電気これ消して、上の。はい。あ、これ大丈夫？大丈夫。うん。まあでも年は取るよな。うん。ワドちゃんよ、にがり入れて飲んでみろよ。全然違うぜ。にがりって何？そもそも俺にがりっていう存在が分かんないんだけど。お豆腐作るときにやるやつじゃない？豆腐？豆腐なんか作ったことないよ俺。抹茶ににがり？うん？粉茶じゃん。粉茶？うん。のんちゃんやってみようダメだよ。なんで？いや、のんちゃんはね、やめ、あ、まあ、でもお茶がダメだからダメだ、のんちゃん。カフェインがはさ、入ってるから。パトさん、うん、のんちゃんはカフェインがね、あのね、苦手だからね、うん、粉茶もね、飲めない。うん、カフェイン耐性ないんだ。うん。あやちゃんこんばんは。脳内で再生された。あー、なんかパツさんはもう脳内再生だよね。いやよ、ママ、あのママのところよ、飲んでてよ、向かいでママと飲み行くだろ。そしたらよ、向かいに嫌な予感したんだよ俺。ピンとくんだよな、そういう時よ。わかる、わかるでしょ。何でさ、わかる。そう、いや、嫌な空気醸し出してんなと思ってたんだよ。ママも気づくんだよ。ママ、ママ勘いいからよ。なあ。そしたらよ、あれ喧嘩始まんじゃねえかって。おかしいぜって。案の定だよ。ああ、10分経ってみろよ。のんちゃんは、ガミガミ、あ、何？のんちゃん水ねえ飲む。いつも。水ばっかり。カフェインがダメなら、アマニ油ににがり入れて飲むといいんだって。うん、続けていい？パドレスさんのまま、うん、いいよ、うん、ダメ、うん、パトさんやって。もうないないの。うん、そのママの下りのパトさんのもお前だけで4時間枠できるからもう後半想像だけど、後半っていうか最初の15分以外はもうずっと俺の想像と憶測だけど。隠し事あるだろうが、隠し事なんだろう。隠し事な、何を隠すの？何隠し事ってなんだろう。隠し事か、なんだろう。隠し事、
わかんないけど。特にないけどな。寝てずっと起きた瞬間配信回して、俺歯ブラシから配信するんだよ。寝ぼけながらポチって押して配信スタートして、でこの感じで寝落ちしてカーッつって終わる配信者なんだけど、隠すも何もなくねえか。いや寝る前歯最近磨いてなくね、ダメだね。もう疲れてて、だからこういう感じでもう寝ちゃうんだよね。もうクラックラだよ今。もうブラックアウト寸前だからね。すっごいよ今。すごい。のんちゃんお薬飲んじゃったから動けない。動けない。では動かなくて。これはフィリップ。飲んでんの？あ、わかった。今日ね、あの薬飲んだんだ俺。お薬？うん。あの猫アレルギーだから。そうか。そうそうそう。鼻炎の薬。うん、違う。あのなんかのなんだっけ、あれ。ヒスタミン。なんか忘れたけど。アレルギー。アレルギーの。あ、それが効いてるんだ。あ、そしたら眠くなっちゃうやつ入ってるね、きっと。でも大、もう12時間以上経ってるよ。うん。でもなんかね、ちょっと違う。目覚ましセットしよう。やって。どこ携帯。どこだ？わのさんのつまわかんないよ、どこだ？あれ、台所の方かな？どこにやっちゃったの？ちょっと台所の方？わかんない。ちょっと、うまいよ。うまい肉食ったな。でもあれだな、あんなにうまいもんしちゃうと多分あれだな、スーパーの肉。そうそう、そういうこと。スーパーの肉、安い肉を食った時のがっかり感よ。肉しばらく食わないようにしよう。こっちないよ。え、ない？そこの四角いところは、四角い机、後ろ背中ない、そんな上。あれ、どこ行ったんだろう。ないところ。ない、うん、ないならいいや。どうしてないの俺の携帯。ポケットかな、ズボンの。違うよね。さっきいじってて、なかった。わかんない。ない？なくなった。あのんちゃんが電話すればいいんじゃない？いやもう俺落ち、もう落ちそうだよ。のんちゃんやって。布団の中でしょうだって。枕は？あ、あった。ここだ。あった、よかった。ここにあった。まあ昼に起きた時は大丈夫だと思うけど。ルルスケジュール来てないんだ。何でしょう。この辺に起きてれば大丈夫でしょう。
いや、まあ大体想像つくから大丈夫だ。うん。うん、うん、眠い。あと9分。今日寝てるときすごい寝汗かいた。寝た？うん。なんで？うなされてた。またうなされたの？うん。頭が痛くてうなされてた。かわいそうに。あ、頭痛はやだね。うん。なんで寝るときマスクしてんの？乾燥しちゃうから。おお。いや、加湿器炊いてるよ。うん、それでもね、ダメなの。へぇ、足りないの。足りないんだ。うん、足りないんだって。ああ、疲れた。3日目だから、もんちゃんさ、頭痛が。3日なんかね、治るといいけどね。頭痛いのとか嫌だよね。うん、昔から。うん、俺もこの前初めて頭痛になったけどさ、うん、頭割れるかと思ったもんね、ほんと。うん、あんなの動けないよね。うん、何もできないし、うん、頭痛持ちの人とかもうあれ働かない方がいいんだよ。うん、無理。無理だよね。うん、かわいそうに。あ、働けない、あんな状態で。ズキンズキンズキンって。もうね、お薬飲んでじっとしてるしかないの。あ、今日ね、すごいね、うん、面白い会話だった。うん、あのカメラの先生と話してて、うん、あの言語って、うん、バカのツールだっていう話をしてた。うん、要は言葉のコミュニケーションってすごくレベルが低い。要は喋りが上手い人って頭がいい人だと思ってる人多いじゃん。うん、だけど実は言語ってすごく不完全なもので、うん、そのなんていうのかな、言葉は実はコミュニケーションとしてはすごく能力が低いっていう、能力つかレベルが低いもの。うん、うん、本当っていうその人の見解で、すごく面白かったね。そう。じゃあのんちゃんうまく喋れなくは、うまく喋れないのは実は頭がいいんだっていう話。本当？そう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 。うまく喋れる人は頭が悪い人。あのうまく喋れる人っていうよりも、喋りを使うのって実は頭が悪いっていう。うん、そうそうそう。頭が良かったら言葉、言語はいらないっていう話で。うん、うん、しかも言語によって縛られるから。うん、そうそうそう、うん、っていう話はすごい面白かったね。
みんな寝ます。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっと僕は、ちょっと今日、珍しく配信外で頑張っていたので、ヘドヘドでございます。皆さん、おやすみなさい。ありがとね。また明日。明日、多分放送夜中になると思います。おやすみ。おやすみ。